ウッタラディット駅は、太陽国北部、ウッタラディット県ムアンウッタラディット郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。ウッタラディット駅は、太陽国北部、ウッタラディット県の県庁所在地であり、人口16万人が暮らす、ムアンウッタラディット郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。クルンテープ駅から 485.17km 地点に、あり、 特急列車で6時間30分程度である。町の中心部にあり、南安川の西側に位置する。駅の正面側が市街地である。駅構内には退役した客車を利用した図書館がある。一等駅で1日あたり20列車が発着しその内訳は、特急3往復、急行1往復、快速4往復、普通に往復である。また当駅を含む、 六プリ駅より終点チェンマイ駅までは単線区間である。1897年3月26日に大関営鉄道最初の区間がクルンテープ駅アユタヤ駅間に開業した。1900年12月21日に当初計画のナコンラチャシーマ駅まで完成した。この頃北本線をチェンマイまで整備することなり、 少しずつ、延伸開業の後1909年8月15日にパントンプン駅まで完成し、これに伴い、当駅も開業した。当駅開業の約13年後の1922年1月1日に、チエンマイ駅までの全通完成を見た。開業時の駅舎は、ドイツ人建築家が設計した、有限としている様式の建物である。 第二次世界大戦中に損傷を受け時系統などが失われた。現在は市の福祉課が入居している。駅の機能は1987年に北側に建てられた駅ビルに移っている。ウッタラディット駅構内短式及び島式一面の複合型ホームに面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。当駅に隣接して西側に 大国有鉄道のウッタラギット工場がある。ディーゼル機関車、機動車、客車、貨車の修理、整備を行っており、工場内は常に各種車両でにぎわっている。王国の鉄路大鉄道の歴史、P25、王国の鉄路大鉄道の歴史、P25、P28、鉄道ピクトリアル P163、ありがとうございます。